はい。皆さん、大変長らくお待たせいたしました。オール読み物創刊90周年企画、宮城谷正道さんの三国志再入門講座、ただいまより始めさせていただきたいと思います。お願いいたします。こちらこでは、そ。はい。まず、三国志、日本人大変馴染みが深いんですが、先生が書いてらっしゃるのは、正史であって、演技と正史、大きな違いがございますよね。ありますね。はい。そのあたりは、はい。じゃあそのあたりからお話ししたはいい、と思いますけどはい。も、もともと三国志の話っていうのは、古いところから、ポチポチとね、演劇とか講談とかいうもので、まあ民衆に受けてきたわけです。それをですね、まあ羅漢中っていう人が大きくまとめまして、きちんとした、まあ読み物に作り変えたというんですけど、元のその知恵はですね、民衆が作ったもんですよ。それをその、まあ、羅漢中が一種の少し高度な読み物に変えていったって。その背景にはですね、まあ結局は、その、元の支配っていうか、異民族に支配された漢民族っていうものがありまして、その漢民族の要するに、まあ復活っていうか、復興を願ってですね、三国志ができたかもしれない。そうすると、結局その、漢というものが中心にならないと、自分たちのその、復興の思想だとか、理由だとか、いろんなものが見えてこないので、どうしても三国時代を扱うと、その漢を中心にせざるを得ないっていうか、そうすると漢というのは何かって言ったら、劉備が建てた蜀の王朝が蜀漢って言いまして、漢王朝を継いだって。いうことで、まあ、要するに、曹操や他の支配者たちは、その漢に対する圧力をかけたっていう、まあ、一種の元の、その、王朝というか、元の政府として見立てていったという、まあ、二重構造に多分、三国志演技っていうのはなってるから、当然、劉備や、その他の人たちが中心になっていくという。それがもう、その、羅漢中が追った時代の必然だと思いますね。はい、どうしても日本人はやはり関羽や張飛、諸葛亮といった登場人物そうでたす。ち、将軍に馴染みがございますね。中心としてはもう全部、はい。劉備が善、曹操が悪とかね、はい。そういうような、はっきり完全懲悪的な構図にしてしまって、全部いいところは、その、劉備たちが全部取って、はい。はい。悪いところは全部曹操とか孫権の方に回したという、はまあ、極めて都合のいい小説っていうか、い。そういうふうで、なってるんだけど、しかし、まあ、それだけじゃなくて、読んでいただくとわかるけど、よはい。くできてるんですよ、この物語っていうのはい。はい。は。本当に次から次へ、こう、話が、次どうなるんだろう、次どうなるの、つまり、ある意味で言うと、これはお芝居の、この流れをやっぱりそのまま小説で組んでて、次の場面を期待する。まあ、昔の私なんかが子供の頃っていうのは、東映の映画がありまして、時代はい劇が。あれなんかが1部、2部、3部ってこう、ああいうふうになってて、次どうなるでしょう、次どうなるでしょうって引きずっていくような、形をやっぱりこの三国志演技って撮ってて、読んでるともう飽きないですね。なるほ飽ど。きないけれども、僕なんかは結局岩波文庫の三国志、つまりこれは三国志演義なんですけど、それを読んで、結局まあどうですか、8回は通読したと思うんです。はい。それでその頃からやっぱりちょっとこれ嘘じゃないかなっていう、その中に書かれていることがね、あまりにも都合がいいし、あまりにもこう、なんていうか、劉備たちが善で、曹操が悪で、そんなに曹操って悪い人かっていうのがね、ちょいちょいとあちこちで、このほころびが出るんですね。三国志演技の中でもうまくまとめてるけど、どうしてもね、ほころんでいく。そうすると、あれ、曹操ってもっと優れた人なんじゃないかって、その三国志演技読んだだけでも、
だんだん分かってくるんですよ。うそうすると、どうしても皆さんもそうだろうけども、じゃあ本当の曹操はどういう人だったのか、本当の孫権はどういう人だったのか、あるいは劉備の正体っていうのはどういう人だったのかっていうのが、どうしても正史読まないと見えてこない。関羽も張飛も全部そうです。諸葛亮を含めて。はい。はい。そこで正史に移っていったっていうのが私の、まあ、道順ですね。はい、先生は本当、三国志を書かれるとき、実はですね、今日皆さんに持ってきていただ、見ていただきたいと思ってですね、ここに大変すごいものがあります。じゃーん。皆さん見えますでしょうかね。これ、先生がお書きになった三国志全12巻の第1枚目です。そうですね。文藝春秋の初期から引っ張り出してまいりましてですね、あ本当まに。り大した字じゃないんで、いそういったやいや、ですせいね。ぜい。今のお原稿の字とかなり変わってきてるようにも思います。そうかもしれはないい。ですね。はい。こうした三国志でございますけれども、先生の三国志、後漢時代から読み解いていくといったことになっておいうりでますすけよね。ど、はい。まあ、文藝春秋さんの方に三国は志い。を書くっていう話したときに、はい。多分まあ、曹操のね、はい。活躍ぐらいから書くんじゃないかなって、ね、編集の方々はみんな思ってたかもしれないです。はで、い。第1回目が来たら、みんなひっくり返ったって話で、何、曹操のおじいさんから書いたの、この人はっていうことで、これ本当に三国志なのかって、なんかね、編集の人がね、本当に仰天したらしいですよ。でも私は、要するに曹操という人が、宦官の家に、まあ、生まれてっていうか、なってっていうか、宦官って待てよ。この人たちは去勢されてるはずだから、子孫ができるはずがない。にもかかわらず、なぜ曹操は宦官の家に生まれたのかっていうのが、まず疑問だったし、そうすると、宦官で子孫ができるっていうのは、どういう仕組みでそういうふうになるのかってわからないし、だからその人の、まあ、要するに、おじいさんにあたる人が、どういう人だったのか分かってから、その家の性質っていうか、まあ、家父。要するに家の家父って言っていいかな。それが必ず、人には影響しますので、その家父っていうのはどういうところから来て、曹操がやっぱり宦官の家で生まれたっていうこと自体が彼の負い目になっていくっていうか、袁紹に比べて随分と低い位置で見られて、仲間を集めるだけでも、兵を集めるだけでも苦労したっていう理由は、その辺にあるんじゃないかなって、まあ、とにかくその、おじいさんの人っていうのは、そもそもどういう人なのかっていうのは知りたいってことで、そこからもう始めてしまったので、それはもう、三国時代からかなり、まあ、かなり前から始まったんで、みんなびっくりしたと思いますよ。もう一つそこで書かれているのが外戚ですね。外戚と、そうです。外戚と宦官の争いそうでといす、うそうでのす。が一つ。はい。とね、原稿用紙に荒々しく書いておきましたけど、はい。ちょっと待ってね、こういうことです、ちょっとこれが見えるかどうかわからないけど、何かご準備いただいて。今ね、ちょっと手間取っておりますが、はい。これがね、ちょっと見えますでしょうかね、こういうふうなものなんですよ。良騎対宦官。そうです、そうです。で、家臣対宦官って2つあるんです。時代的に言って、両家の方が前、家臣の方が後で。これがね、家臣をもう少し上げていただくといいかもしれません。家臣わかは。る？これでわかりますかね？わかります。わかりますか？この2つが宦官と外戚の戦いの象徴なんですね、この2人が。で、両家に関しては、お父さんが大変立派な人でね。で、これが本当にね、不肖な息子なんですよ。しかもね、後漢時代で現れた悪人の中では僕最高じゃないかと思うぐらい悪い。もう、言い訳ができないぐらいの悪人。これほどの悪人ってね、日本でいないんですよ。なるほど。大悪人ということです日ね。本の悪人ってどっか湿気があって、ある程度許せるところも、出たりするじゃないですか。こういう理由でこういうことをしたんだろうな、とかって思って、
少し許してあげたいところが見える人もいるけど、悪人の中では。この量刑はそれが全くない。もう全的に悪っていうんで、こういう珍しい人がやっぱりいたっていうこと自体が、三国志の始まりにしたふさわしいかなって自分で思ったので、この辺りの人も徹底的に書いたつもりなんですけど、そこからその宦官と外戚がどういうふうなもつれ方して対立して三国時代に流れ込んでいったのかっていうのを知ってもらうと、三国時代ももっと面白く、三国志ももっと面白く読んでもらえるんじゃないかなと思って書きましたけど、それはね、成功したか失敗したか、ちょっと私じゃ分かりません。分かりませんけど、自分の意思としては、ここまで書きたいと思って書きましたね。だからそれが第1巻目に入ってると思うんですよ。両家に比べますと、家臣は非常に逆に素晴らしいと言い家ます臣か。はね、素晴らしい。もう領域と全然違います。もう、もちろん、そんな、大家や、とか、名家の、お坊ちゃんじゃないですから、家臣っていう人は、もう、視線、要するに貧しい、ある意味で言うと、低い身分から上上がってきただけに、いろいろな、人の心を通る術っていうかな、人心を掌握する術も多分知ってたし、それから、あまり自分を、威張った感じにしないとか、とにかくいろんな面において、家臣という人は人気があって、だから、他の、そこの、私が書いた著作の中でも、名臣列伝の中の五巻編っていうの中に、家臣を書きましたけど、本当にこの人が大将軍になった時に、今まで王朝や朝廷に全然行きたくない、あるいは招かれても拒絶してた人が全部来るんですよ。家臣に招かれると。その事実はね、はっきりやっぱり知ってもらいたい。それぐらいこの人は多分人気があった。したがって家臣が宦官に暗殺されなければ、宦の王朝ってどうだろうか、もう50年ぐらいは長生きしてたんじゃないですかね。それもまた外戚が影響してくるわけですが、宮城先生、将軍についてちょっとご説明をいただけるという話を。あなたの方に少しメモ的に書きましたけども、よく何々将軍って、その正史だけじゃなくてね、演技でも多分何々将軍って出ると思うんです。でもその将軍もね、いろいろ勝手につけた将軍もたくさんあるんです。しかし、前からきちんとした将軍っていうのは、どういう将軍の順位かっていうのは、ちょっと覚えておいて皆さんにもらいたいので書きましたけども、いわゆる領家にしても家臣にしても大将軍だったんです。この大将軍っていうのは、ちょうど日本で言うとね、これ常設の将軍じゃなくてですね、ある程度、王朝、あるいは朝廷が、緊急事態に近い状態っていうか、そういう時に大将軍っていうのは設けられるわけでして、これ日本に置き換えるとね、大老ってあるじゃない、いい大老っていう。あれと同じですよ。幕末大老のはいい上、な。あの、うん、大老はね、いつも要するに位としてあるわけじゃなくて、老中が日本にあるようなので、その上に大老とか作った時は、ちょっと国家が緊急事態の時に大老が出ますでしょ。それと同じでね、大将軍もややそれに近いです。それから表記将軍、左記将軍、英将軍って、これは順位がちゃんと位がついてます。その次に前後左右将軍が来ますけども、みんなよく間違えるかもしれないけど、前将軍って書くと、前は将軍だった人って思うかもしれないけど、これは前将軍っていう名称ですからね。役職名なんですね。そうなんです。そういうのを覚えておいてもらうと、この大将軍から左右将軍まで覚えてもらうと、これが正式な将軍です。あとはね、もう雑号将軍って言って、勝手に将軍名つけて、その都合よく将軍名つけただけのがあって、これより4つを下だと思った方がいいぐらいです。
ありがとうございます。もう一つ三国志を読むときにですね、先生がぜひ覚えておいてほしいと思うのが、今皆さんとまた共有させていただきましたけれども、三国志の地図ということですよね、先生。そうですね、なかなはい。かね、やっぱり三国志を書くと地図が欲しい、地図が欲しいって必ず言われます。で、洛陽と長安の位置帯もはっきり把握できてない方もいるわけでして、で、洛陽が東に、それから長安が西にあって、まずその西と東の位置を分かってもらいたいです。で、この洛陽と長安の間は、まあ、直線で測りますと、あ、そうですね、この地図で、直線だと 350km ですね。これは、だから、まあどうですかね、これは直線距離ですから、実際に歩けば、日本で言うと東京から名古屋よりもっと遠いかもしれないです。直線距離だと、まあ東京と名古屋間ぐらいだけど、実際に歩いてみると、もっと名古屋より西の方へ行かなきゃならない。まあ、京都に近い方まで行かなきゃならないかなと思いますけど、どうしてもこの2つの都市の、重要性っていうのは認識しておいていただきたいし、それから、漢の時代っていうのは、長安が首都であったっていうこともまず覚えておいてもらいたいです。それから、漢っていうのはその前漢のことを言いましたけど、後漢の時代になると、洛陽が首都になる。つまり、漢も前と後ろとありますので、都の位置によってですね、日本は前漢後漢って言ってますけども、中国では前漢後漢って言ってませんよ。前漢のことを、西漢、西の漢から、洛陽の後漢の時代は、東漢っていうのが普通の言い方で、前漢、後漢っていう言い方使うと、あとまたね、時代が下がると、後漢っていう時代があるんです、実は。それと間違われるので、やっぱり西漢、東漢っていう言い方があるっていうのも、ちょっと覚えておいてもらいたいっていうことが一つと、それから、黄河って言われるものは、私はまあ黄河って書かずに、河水っていつも書きます。黄河は随分後になって言われるように なりましたので、河水が正しい。で、この河水の、流れを見てもらうとわかりますけど、竜のような形をしてるんですね。で、その位置も、覚えてもらうと、縦に南北に流れるところがあるっていうことも、ちょっと、面白いことです。それも覚えておいてもらいたい。それから南に降りてきますと、降水って言いまして、これ今は長江って言ってます。でもやっぱりこれは降水って覚えておいてもらった方がよくて、この降水もやっぱりちょっと蛇行しておりまして、かなり下に下がってから上に登ってきます。だからこの2つの川が、重要でして、まあ、この地図には書かれてませんが、その間に淮水っていう川が実は流れております。この淮水っていう川が、まあ、三国時代ではそれほど重要じゃないけど、中国の歴史とか、もうちょっと古い時代の、ことを関心がおありになると、この淮水が大層重要な川で、ここを境に北、南っていうように中国が分けられるっていうことで、淮水の重要っていうのは結構、皆さんの中に頭に入れといてもらって、つまり中国を二分する川っていうのは、淮水であるって。つまり、洪水と河水の間に、ある川だっていうので、覚えてもらいたいことが一つと、それから、三国志の入門編で書いたと思うんだけども、その河水っていう川、つまり黄河ですよね。黄河を渡ることをとかという。です。だから、その川を渡ることが、みんな、要するにとかって書きそうなんだけども、もしこの歴史ものでとかって書くと、もう必ず黄河、あるいは河水を渡ることでしか使えないんです。
だから、こういう歴史ものを書くときに、いや、難しいのは、渡河作戦とか言って書きたいんだけど、これ航海じゃないよな、とか、あるいは下水じゃないのに、渡河作戦は使えないから、しょうがない別の表現を使わなければな、と思って、つまりもう、限定されてるんです。でも、その河の河っていう字は、もう要するに川の神様の名前でして、もっとすごい古いことを言います。だからその河水って言うんですけど、まあそういうふうにこの川の名前によってですね、表現を変えていかなければならないので、まあ要するに洪水を渡る場合は、まあ渡河って書くしかないというわけです。で、ちょっと、複雑っていうか難しいことを言いますと、これはあまりちょっと部分的には書いたかもしれないけど、五感の時代は、さんずいが嫌いなんです。ほう。つまりなぜかというと、さんずいって水徳って言って、水の徳って書きますけど、それを表しますので、さんずいってのは水ですからね。そうすると、五感っていう時代は、火徳の時代って言って、火なんです。だから、火は水で消されてしまうので、だから、さんずいをね、極力使わないです。だから、渡るっていう字も、実は三隅がないです。だから、本来、渡る地を、とって書くのに、あえて三隅を、省いてしまいますから、どって書いて、例えば、度量将軍になって、量水を渡るのを、度量って書かずに、度量って書いたりして、言いますけど、それはなぜかっていうと、さんずいがない。さんずいを嫌うから、まあ、さんずいを恐れるからっていうか、そういうのがちょっと五感の特徴であるっていうのを、少しこう、覚えておいてもらおうと、いろんなものを読んだときに、なんでこんな字使うのかなと思って。